12分ぐらいで大体わかるマイナー兵器解説始まるよ。今回はリクエストで短距離離着陸試験機アスカを解説するよ。だけどアスカだけでは物足りないから、日本における博物館のテーマパーク化も解説するよ。外国のオタクくんたちには信じられないかもだけど、実際に日本で起きたことだから安心して聞いてね。さて、時は1962年、航空宇宙技術研究所は V ストール機の研究を最重要研究に指定して、翌年より研究を開始するよ。というのも、当時世界各国で滑走路なしで離着陸できる軍用機が研究されていたんだ。この技術を民間に転用すれば、ヘリの完全上位互換機が生まれる可能性があったよ。この研究は1970年12月に FTB の初飛行という形で実を結ぶよ。しかし、当時は空港周辺の騒音が社会問題化、エンジン騒音が大きい V トール形式は開発が中止されるよ。そこで1975年には、ほぼ開発が完了していた C1 輸送機をベースに、低騒音のストール機の開発が決定。ストール機は当時整備が進んでいなかった地方空港でも運用できることから、国内線での需要があったんだ。そこで国内専用旅客機開発のため、各種データを収集する試験機を作ることにしたんだ。77年にはプロジェクトチームが発足し、78年から開発開始。チームは川崎を中心として、三菱、富士、新明和工業、日本飛行機の5社が参加していたから、本気度が伺えるね。こうして作られた試験機は、全国の小学生から応募した愛称候補の一つである、アスカの名が与えられ、1985年10月に初飛行に成功するよ。初飛行時、IS-11 以来の国産旅客機が開発されるとマスコミが盛んに報道したことが、アスカの保存と博物館の設立につながるよ。さて、ここではアスカの性能を見ていこうか。アスカはエンジンを USB 方式で4発搭載。この方式はジェットエンジンの排気を主翼上面に流し、フラップで下面に誘導することで、排気を主翼揚力に変換する方式だよ。これにより高いストール性能を獲得し、主翼が物理的な障壁となってエンジン騒音も低下するんだ。エンジンは国策で開発が進められた FJR710 600ターボファンエンジンの改修型 FJR710-600S を採用。これは FJR710-600 を SLS に設定したもので、最大推力が 5000kg から 4800kg に低下したけど、 USB 方式での搭載、動作に最適化され、なおかつ低騒音なエンジンだよ。ちなみに FJR710 シリーズは信頼性の高いエンジンだったため、イギリスのロールスロイスが商用目的で途中参加。結果、RJ500 エンジンを生み出すよ。この RJ500 エンジンは改良に伴うプロジェクト巨大化の結果、最終的に5カ国共同開発エンジンの V2500 に発展。V2500 シリーズは F320 シリーズ等の旅客機に採用され、2018年時点で7600機が製造されたベストセラーエンジンになるよ。そういえば、宇宙発射システムって何の略称なんだ？多分、海面標準待機状態の略称だよ。これは高度 0km の時の待機を気圧 101.325kPa、温度 288.15K と想定したもので、アスカのエンジンはこの状態での動作が最適化されてるんだと思うよ。ちなみにこの略称を調べるのに1時間半かかったからな。画面の前のオタクくんたちは、略称を書くときは必ず英語での正式名称を併記するよな。しろ。アスカはこのエンジンを USB 方式で4機搭載。離陸重量 38.7 トンの時、離陸速度 181.5km/h、離陸距離 794m、着陸距離 320m という高いストール性を発揮したよ。ボンバルディア CRJ-1000 が最大離陸重量である39トンで離陸した場合、離陸距離 2120m、着陸距離 1750m だから、その凄さがわかるね。それに 200km/h 未満での離陸は、ジェット機では普通達成できない数値だよ。ところでヤード、ポンド砲だとどれくらいになるんだ？カルタボと一緒に滅ぼしてやる。ここまでいろいろとメリットを紹介してきたけど、当然デメリットもあるよ。まず USB 方式だと重心が上に偏るし、ジェット排気を利用する都合上、着陸時などのフラップを使う場面だと機体が勝手に上昇するよ。アスカではこれをフライバイワイヤとコンピュータ制御で無理やり抑えていたけど、この方式は1機種を開発するごとに専用のフライバイワイヤとコンピュータのプログラムを開発しないといけないから、開発コストが高騰するんだ。さらに USB 方式は主翼が物理的な障壁となるから、巡航時の速度性能がどうしても既存機に比べて劣ってしまうよ。ジェット排気を主翼にさらすから、主翼の耐熱性や強度を高くしないといけないし、
コストも機体重量もかさんで搭載量も減るよう、これらデメリットがメリットを上回っていることが、USB 方式の実用機がアントノフ72小型輸送機しかないという事実からわかるね。ロシアは国土の広さ、地方インフラのひどさ、常に主力がアンチアイスオンなのがメリットになる環境だから、実用化できたんだと思うよ。さてここではアスカの短い活躍を見ていくよ。アスカは85年の初飛行以来、各種試験を実施。途中から USB と似たコンセプトの QSRA を開発中だった NASA も合流し、お互いの実験データを共有するよ。ちなみにこの QSRA、1980年に空母キティホークから離着艦試験をしてるぞ。やっぱアメリカはスケール違いすぎるわ。アスカは期待通りのストール性能を発揮したけど、前述したデメリット、地方空港がバブル景気で整備が進み、ストール機の需要がなくなったので試験中止になるよ。89年3月30日のラストフライトまで合計97回計167時間10分の飛行実験を行ったんだ。アスカの功績はストールに関するデータ収集よりもフライバイワイヤやコンピュータ制御といった装備品の国産化という面が大きいらしいね。さてここからはもう一つの本編、アスカの保存と博物館のテーマパーク化だよ。アスカは高見原市にある空自の岐阜基地を拠点に各種試験を行ったよ。そのためテレビを通じて各務原市の知名度が一時的に上がったんだ。そこで各務原市は観光客を呼ぶためアスカの保存を決定。アスカ開発チームの広報担当者だった横山慎太郎氏が主導する形で各務原市と日本航空産業の歴史をテーマにした航空博物館の建設も決まるよ。だけど市長はコンセプトをろくに理解せず、有名建築家とコンサル会社に丸投げした結果、無駄に維持費のかかる建物とアスカ1機と少しの展示品だけで博物館を作る計画になったよ。もっとも横山氏ら博物館建設チームが頑張った結果、このお粗末な博物館計画は中止となってまともな博物館として計画が進むよ。博物館は各務原航空宇宙博物館としてオープンするけど、機体の保全を無視した集客取り益第一主義が発動。いきなりアスカの機内公開が決まった結果、操縦桿に埋め込んでいた川崎重工のエンブレムが盗難に遭いよ、未遂に終わったけど、4機しか現存しない FJR710-600S エンジンのうち1機を教材として大学に提供してバラすという話すらあったんだ。まるで PS2 最終生産型をバラしたソニーみたいな話だね。さらにコックピットに座れるサービスを様々な機体に拡大した結果、F104 では来訪者がキャノピーに頭をぶつけて出血、屋外展示の US-1 はドア開けっぱなしだったせいで、児童が勝手に入り込んで船底に落下する事故が発生。また同じく機外展示の V107 ヘリは後部ドアが開閉可能になる修復を受けたけど、ドアの開閉をイベントの一環として頻繁にやった結果、扉が閉まらなくなって機内が雨水にさらされるようになったよ。他にも集客目的のため、野外に遊具を設置、サーカス団の公演を招致、地元のゲーム会社の反則をする、名誉館長である松本零士の企画展を、銀河鉄道39を中心にやるなど、経営は滅相するよ。展示機の整備をするボランティアも、イベントの撮影に駆り出されるからやる気がなくなって離反者が続出、機体の修復ノウハウもなくなるよ。ついに市議会で、ゲームセンター、と揶揄され、市民の税金をゲームの反則や子供騙しの 3D ゼロ戦シミュレーターにつぎ込む姿勢が批判されたよ。この批判は、博物館のボランティアからの投書がきっかけだから相当やばいね。リニューアル構想の文書にも、博物館として何を伝えたいのかはっきりしない、目新しさを演出するような企画展、特別展等も開催されていない、と指摘されるほどだよ。こうなったのは博物館をテーマパーク程度としか考えない各務原市ではなく、日本人の価値観が原因だと作者くんは考えているよ。実際、アスカ開発チームのリーダーだった岡部正則氏は、日本人は物を見て楽しむ施設は全部見せ物小屋だという考えから脱してないし、スミソニアンのような産業遺産を保管するための博物館を作るという考えは縁に普及しない、的なことを横山氏に言ったそうだよ。このように、日本における博物館の姿勢はイタリアどころか世界一ひどいレベルだと作者くんは考えているよ。作者くん曰く、老夫婦が自宅を改造してやっている横須賀のパチンコ誕生博物館の方が、よっぽどスミソニアンの考えを継承している。だよ、また日本には、失敗したら叩いてもいい、という不調があるから、失敗した産業遺産も残りにくいと思うよ。実際、アスカも1989年2月に朝日新聞が、税金の無駄遣い、と激しくバッシングしたんだ。それと博物館に利益を求める自治体に当てて、作者くんのメッセージがあるよ。そんなに観光客が欲しいなら、だって、おい。
ドクター、全然作者の衝動性と躁状態と興奮性治ってねえじゃん。菌は出すからロボトミー手術しろよ。いいからやれ。さて、各務原航空宇宙博物館、ロアル口を散々言ったけど、2018年のリニューアルをきっかけに少しずつ良い方向に変わっているよ。リニューアルで、岐阜各務原航空宇宙博物館、2回目後は、機体は整然と並ぶようになったし、開発者の人物像がわかる解説も併設、アスカも内部公開が終了し、コックピットに座れるサービスも終了。利益第一主義から機体保全へ、博物館の姿勢が変わりつつあるのがわかるね。もっとも、この流れは、岐阜各務原航空宇宙博物館、限定だと思うよ。機体保存のため、飛行可能だったわ S11 をぶった切って生体保存機にするし、浜松広報館のヴァンパイアは博物館のリニューアルで行方不明。というか、浜松広報館では多くの貴重な機体が屋内展示から屋外展示になって、錦鯉展のように野ざらしにされる有様だよ。日本の博物館はよく、子供のために、という理由で、博物館とは無縁なイベント、展示品の入れ替えを行うけど、そのせいで博物館本来の役割である、資料の保全、ができなければ、全く無意味だね。それに子供騙しのイベントは、親からしたら遊園地に連れて行く方が良いし、オタクくんたちからしたらクソ入れだから、逆に来訪者が減るからね。最悪、夕張ロボット大科学館のように、博物館の倒産と収蔵品の散逸を招くよ。作者は、子供のために、という言葉が、青き正常なる世界のために、もしくは、お前のために叱っている、と同じ意味の言葉に聞こえて仕方ないらしいね。いつの日か、日本でも欧米並みに産業遺産を保護する文化が根付くといいね。多分、あと1000年は無理そうだけど、今回はここまで、博物館批判に半分以上の時間を割くというアホな内容になったけどどうだった?正直、アーシ的には校長先生の長話みたいできつかったね。岐阜各務原航空宇宙博物館の構想から現在までを書いた資料に、横山慎太郎氏が書いた、航空機を後世に残す、があるよ。日本における航空機保存のひどさがわかるけど、航空機保存に人生をかける人たちもいることがわかるよ。興味のあるオタクくんはぜひ読んでね。いや、これ2400円以上するんだな。ミリタリー本の中じゃ普通の値段だろ。図書館で借りろ。次回は予告したアジアの戦車をやる予定だよ。いいね、高評価、マイリスト、チャンネル登録してくれると嬉しいな。それじゃまたね。